ロディーテ TV をご覧の皆様、こんにちは、勝木理恵です。今日はですね、9月に開催されるアラウンドビューティークラブ関西支部のパーティーの中で行われる桂由美先生のドレスショーの第1回目の練習にやってまいりました。実はですね、本当はね、たびたび配信させていただこうかなと思ってたんですけれども、まあ、やっぱりね、ちょっとね、コロナということもあって、ずいぶんね、練習のスタートが遅れてしまったんですよね。で、緊急事態宣言に入る前に、顔合わせのパーティーとかもあったんですけれども、それもちょっとね、今のタイミングで配信するのもどうかなと思って見合わせていたものとかもあるので、今日はね、まずその、みんなでね、やるぞって、ね盛り上がったパーティーの様子を見ていただけたら、こんな人たちがやってんだと思ってね、皆さん興味持っていただけるかなと思いましたので、まずはですね、そのパーティーのモデルの顔合わせの会の様子をねご覧になっていただきたいと思います。じゃあ9月26日の成功を祝して乾杯。能楽師の先生がこの度演者様としてアラウンドビューティークラブの舞台を飾ってくださいます。なんと去年は今日お見えになっておられるサリさんのダンスでした。パラパラダンス。そして今年はガラッと変わって日本の伝統文化大切にする能です。能を見ます。の発起パーティーからずっとモデルさんで出てくださっていますので、皆さんのサポートをもちろんモデルとしても出ます。よろしくお願いいたします。でも本当に絶対来てよかったって思ってもらいたいなと思って一生懸命作ってます。来た人がうわーぶったくられた、絶対来年行けへんって皆様の誘ってくださったお気持ちに、お顔に絶対泥を塗らないように精進して頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。そして本日、昨年度ダンスのご指導で大変お世話になりました、サリさんが4月1日に、なんとダンススタジオをオープンされました。これも皆さん行くしかー、当たり前のように行きますから。そうですね、ここは決して医療種交流会ではございません。でも私の気持ちとしてはどうしても皆さんこう先に仕事って思うんですけれども、私は実は違っていて先に人です。そしてその人が好きでその人のお仕事もどっか違うところに行くんだったらそこに行こうっていうふうに思っているので、できたらここでお出会いになられた方はまずは人と人とがつながっていただいて、その先にその方がやっておられるプロフェッショナルなものを皆さんが掴み取ってもらえるようにいろいろとご縁を広げていってほしいなと思います。じゃあサリ先生、すごい出会いご縁のおかげで本当に自分の力なんて全然もう100にも満たない1ぐらいだと思っていて、でもすごい方たちの出会いで1な自分を100にしてくれる、そんな場かなと思っています。もう本当にこんな素敵な方たちがいるから私が輝けるんだってすごいこのアラビューに出て本当にすごく痛感して、本当に素晴らしい仲間がいるからこそ自分が輝ける場所アラビューだと思っています。そんな皆様と1年間一緒に出ることを本当に楽しみにしております。そして皆さんが輝くこともすごく私も楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。動いてください。この曲は白い恋人。英語版。よろしくお願いします。カップの中にランウェイを12名入れています。
めっちゃ盛り上がったでしょ。ね、ちょっと編集のタイミングが遅れて緊急事態宣言とか入っちゃうと配信逃しちゃう気持ちわかるでしょ。なんです。でもね、そのくらいね、みんなね、本当一つのものを作る、仲間としてね、すごく絆が深くなる会なんですよね。ぜひ、出演者という立場ではなく、参加者、お客様としての立場とにはなりますけれども、ぜひこの輪の中に入っていただいて、みんなで、楽しんでいただけたらいいなと思いますので、詳しくは募集要項概要欄に貼っておきますので、ポチッとお申し込みしていただけると嬉しいです。
ご参加お待ちしております。それでは今週もご視聴いただきありがとうございました。来週またお会いしましょう。またねー。